ジョン・グレーブス・ヘスターは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。2005年の MLB ドラフト33巡目で、ボストン・レッドソックス系ら指名されたが、契約には至らなかった。2006年の MLB ドラフト13巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。 2009年8月28日にクリス・スナイダーの故障者リスト入りに伴ってメジャー昇格を果たす。同日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビューを果たし、6回にミルトン・ロペスからメジャー初打席、初本塁打を放った。2011年4月30日、前年12月6日に行われたデビッド・ヘルナンデス、キャム・ミコライオとのトレードで、 マーク・レイノルズと共に移籍する後日発表選手として、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。この年はメジャーでのプレーはなかった。2012年4月24日、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと契約。この年は、自己最多の39試合に出場した。2013年3月11日に、トリプル A 級ソルトレイクビーズへ降格した。この年メジャーでは1試合の出場に止まった。 2014年は1年間トリプル A 級ソルトレークでプレーした。オフに FA となった。2014年10月22日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。2015年6月3日に放出された。ありがとうございます。